万景禅寺の般若信仰講義を読む、その十九。信仰省証言国市、全文法語集巻毛より、万景禅寺の策と伝えられる般若信仰講義を読んで参ります。今回は、 三世諸仏へ、はんやはらみたこう、とくあのくたら三脈三菩台。三世の諸仏、はんやはらみったによるがゆえに、あのくたら三脈三菩台を得たまえり、というところであります。 万景禅師は、右の如く、自称本来、格の如くなるものと知ったを、今日大涅槃を極め終わったというなり。自称、私たちの本来の心、それは万景禅師が解かれますところの不詳の物心であり、鏡のような綺麗なものであり、そこに何が映っても映ったからといって、 増えることもなく何か映っているものが消えたからといってなくなるわけでもありません清,清らかになることもなく汚れることもなく我々の本来の心はそのように鏡のようなものであるとこういうことが分かったのを万景禅師は「涅槃を極め終わったと」と悟りを極め終わった ことになるのである。と説かれております。これ自らのみにあらず、三世の諸仏、十法の諸仏も、この大般若の大地へ仏言を開いて、あの子たら三脈三菩台を売ることなりと。これは私自分自身だけのことではないと。過去、現在、未来、三世の諸仏も、 東西南北、十方の仏様方も、皆、この大いなる大般若知恵。大般若も大知恵も同じでありますが、大いなる知恵の仏様のその知恵の真中を開いて、そしてあ、あのこたら三脈代、あのこたら三脈三母大を得るのであると。 過去現在未来、実法の仏様方、みんな、この大いなる知恵の完成によって、知恵の真名子を開いて、あのくたら三脈三母大というものを得たのであると。ではその、あのくたら三脈三母大というのは、どういうことであるかといえば、無常症と昇格ということなり、 これはこの通りでありまして、あのクたらの、あのったらというのは、この上がない、無常と訳します。無常とは、自称本来格のごとき知ったより他に噛みつかたはなきなり。無常というのは、この上ないということでありますから、お互いの自称、心の本体、本性というものは、鏡のように に、この、何でも自由に移して、そして、汚れたものが移ったからといって、汚れることもなく、清らかになることもない、増しも減りもしない、ということを、知ったより他に、噛みつかたはなきなり、噛みつかたはなきなりというのは、それ以上のもの、それより上はない、ということであります。無常というのはもう最高のものであって、これ以上上のものはない。 正刀とはまさに等しいということなりと。この上ない正刀の知恵と。この正刀ということについて、番形伝授はこれは独自の解釈でございますが、正刀まさに等しいと。何に等しいかというと、知恵の働きであります。物心の働きであります。不詳の物心は鏡のようなものですから、 山を見れば山と等しく山を見れば全く同じ山がぴったりとこの映ってある川を見れば川と等しく川を見ればちゃんとこの鏡がきちっと鏡のように現れている物々をそれぞれ万境の上等しきなりとどんなものでもその前に至ればその通りに映ると まさに等しく映ると。そのまんまに映っている。これを平等というなり、こういう働きをまさに等しい小等とか平等とこういうのである。ここにおきましても、万景禅授は、若波羅密ということを、不詳の物心の働きと同じというふうに説いていることがわかります。小学もそのごとくなり、 もつもつの上一つ、一つも覚え違いはなきなり。山を見れば山だと知る。万景禅師のお説法の言葉を借りれば、外でスズメの声がすればスズメとこう知ると。一つも覚え違いはなきなり。これが半日原密の働きであり、不詳の物心そのものでこうございます。 小学といえばどこともなく良いように聞こえる何時が思わくなりと。小学というような言葉を使われると、この私たちが今見たり聞いたりしているこの働きの他に何か素晴らしいものがあるように思われる。でもそれはあなたの思い込みにしか過ぎない。何時が思わくなり。 叱るときにこの涅槃は、このことを知った人ばかりが苦境したかというとき、一主情として涅槃を入れたるはなきなりと。この涅槃ということは、こういう真実を知った人だけが、あ、嗅覚ですね。え、え極めたな、悟りを極めたな、悟りを極めたのかというと、そういうことではこうないと。 一主条として涅槃を出たるはなきなりと。不祥の仏心というのは、みんながこの不祥の仏心の中にいるのでございます。涅槃の中に私たちはいるのでございます。こういう教えでございますので、その道理を知った人だけが涅槃を極めたというわけではこない。 極めようが極めなかろうが、この涅槃を出る者は一人もいないのであると。仏心の他には、ありの髭一本もないということを、朝日奈草原老子は説かれましたが、この不祥の仏神、繁に腹密、空の心は広々広々,々とこの広がっていて、神羅万象はあらゆるものを包み込んでいるものでございますから、 そのことを知った人だけが、あ、涅槃を極めるのではない。みんなこの涅槃の中にいるのである。ですから、迷いも涅槃の迷い、悟りも涅槃の悟りである。迷った迷ったと言っても、それはその涅槃の中で迷っているに過ぎない。涅槃を物心と置き換えてもよいでしょう。 迷った迷ったと思っていても、それは物心の中で迷っているに過ぎない。悟った悟ったと言っても、物心の中で悟ったということに過ぎないのである。迷うて涅槃を入れず悟って涅槃にいらず、出入のなきことなり。迷ったからといって、 涅槃から離れてどこか別の世界に行くわけではない。みんな涅槃の中で生まれ、生きて、息を引き取るのであります。あの朝日奈草原老子が、人は物心の中に生まれ、物心の中に生き、物心の中に息を引き取ると、大勢になりましたように、この涅槃の中に生まれて、涅槃の中に生き、涅槃の中に 息を引き取るわけでありますから。迷ったからといってどこか涅槃から離れて別の世界に行くわけでもなし。悟ったからといって新たに涅槃の世界に入ったというわけではない。もともとそこにあって出たり入ったりすることはない。この様子を番稽伝授は、不祥という不祥の二文字で説かれたのでありました。 何やらの経の中に涅槃に至るの仏なく成仏したる仏なしということがあったもこのことなりと。すでに涅槃の中にいるのですから、わざわざ涅槃に至るという仏様はいないと。涅槃に行くことはこうないと。もうすでに成仏した存在として生まれているのであるから、わざわざ成仏するということも必要はない。 ということを何やらの経に書いてあったということを番稽禅師は解かれております。この例えがよくわかります。迷うたというは、己の家にいながら忘れてよその家にいると思うようなものと、こういうことです。迷うというのは、自分の家を出て自分の家を失ってどっかに行ってしまって、自分の家がわからなくなった。 ということではないっていうのがあります。自分の家にいながら、これが自分の家であるということを忘れてしまって、よその家にいると思ってしまっているのが迷いなんだと。ですから、悟りという我が家じゃと知ったと言うても、今初めて己が家に入りはせぬ。本来より本たくなりと。で、悟りというのは、 これが我が家だとこの分かったということであって、で、その人は今初めてその我が家に入ったわけではないんであります。もともと初めから我が家にいる。初めから我が家にいながら我が家にいるということを忘れてしまって、どこかよそのうちにいるように思い込んでしまっているに過ぎないということくんであります。ですから、悟りというのはそれが、 ああ、我が家であったと気がつくことであって、それは決して我が家というものがどこかにあってそこに行ったということではない。もともと本来はじめから本宅我が家にいるのであると。叱るゆえに本学本学ということを言うなり。それであるから、我々は本学元より悟っている本学本学ということを強調するのであると。 しからば、我は元より涅槃不生不滅のところにおると取れば、それも早、おのが住みかをよそにしたと。これ厳しいことを言われます。ここが間違うところでこうございます。じゃあ私たちは、元から涅槃万形伝師の言葉で言えば仏心不生の仏心涅槃不生不滅のところにいるんだと、こう、これを 考え方で概念で受け取ってしまうと。それはもう本来いる我が家とは違って、その,そのような文字や言葉によって自分の概念で考え方で物心の中にいると思ってしまうと。それでこの番系前人の弟子たちはもう最初から物心の中でいるんだと思って、ただ、 ゴロ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 していたというので、後に白隠禅師の、白隠禅寺からは大変に批判をされることになってしまいます。ここが難しい。本当に万景禅師は仏心不祥のところにいたのでありますがで、それを言葉にして解いてしまうと、その言葉で受け取ってしまった概念でこのままでいいと思い、思,思い込んでしまうと、 もうそれは、斧が家をよそにした、本来の自分のところにいるのとは違うんであります。そこで本来の家にいながら、本来の家はこういうものだという頭の中で考え事をしているに過ぎないのでこうございます。これは我々も悟り悟りと言ってよく勘違いをしているのを起こしてしまうのはここなんでこうございます。 本来の家にいることにはっきり自覚をするんでありますが、本来の家の中にいながら違う本来の家を頭の中で作り出して、ああ、これが本来の家であったと思っている。しかしそれはあなたがもういるその本来の家とは違う頭の中で作り上げた概念で作り上げたところに、も,ものを頭の中で描いているに過ぎない,とい。 ですからもはや斧が家を損にしてしまったと万慶禅寺は釘を刺されますこのところが難しいところです高知半夜半夜半見たぜ大人宗で大名宗で無上宗で無当道宗の上一切空真実風光と 故に知る般若波腹みったは、これ大人種なり、これ大名種なり、これ無上種なり、これ無東道種なり。く一切の苦を除いて真実にしてこならずと。十だらには、等の言葉にして、掃除ということなり、必教心の名なりと、呪文とかだらに。 ダラニというのはもともとは保つものというのが、インドの言葉をこのダラニですね。音を当てたものです。それは心の名前であると。掃除とはすべて保つということなりと。その通りです。保つ。自身よく知ってみよう。 良きこと、悪しきこと、長きこと、短きこと、声も色も何でもかでも対するままにすべて通して一つも飾ることがなきを掃除というなりとか、番形禅師の解釈であります。心のなでこうございますから。私たちの心というのは良いこと、悪いこと。長いものは長いと知る、短いものは短いと知る。 スズメの声を聞けばスズメの声と聞く、カラスの声を聞けばカラスの声と聞く。赤い花は赤いと見る、黄色い葉っぱは黄色いと見る。何でもかんでも、目で対するまま、耳で対するままで、すべてその通りに心に映って何も飾ることがない様子を番形伝授は掃除というなりと、そのように保っている。 この自身、ハラミツは誠に大陣通、不思議の樹なり、大いに明らかなる巧妙、返上、十方世界なり、これより上のなき、無常種なりと。このお互いの心の霊妙なる働き、物心の霊妙なる働き、それがハラミツでございます。それは、実に大陣通、大いなる陣通であると。陣通力といっても何か特別、 我々ができないようなことをしてのけることではなくして、この目で山を見れば山と知る。この耳で鳥の声を聞けば鳥と知る。カラスの声を聞けばカラスと知る。熱い冷たいに触れれば熱いものは熱いと知り、寒いものは寒いとこの現れる。これが大人数不思議の働きです。 その大いなる明らかなる光明返上実方世界。この自身、仏神、繁殖腹光は、その素晴らしい光輝きというものは、あまねく実方世界を照らし渡している。皆この仏心の巧妙に包まれて私たちはその中で寝起きをしているのであります。これより上のなき無常種なり、 もうこれ以上尊いものはない、素晴らしい心の働きを無常種と言ったのである。上がなきによってまた下ということもない。この上ないってのはもうその下もありはしない。何にたくぶべきものもなく、等しきものもなきを無等堂というなり。何か比べる対象もない。これと等しいというようなものもありはしないので、無等堂というなり。 自身の本念のあるところをいろいろに褒めて言いたるなり、お互いの心、それはすなわち仏心、保詳の仏心、それをそのまま般若波羅密の素晴らしいや働きをここにいろいろの税大人種税大名種税も上種税も東道種というようにいろいろの表現をして褒めていったのであると。 逃げ始めより終わりまで言いたるところを年頃に知ってみよう。一切苦を離れ、一切真実にして、見たくなることがなきなりと。うつろなる、虚なることがなきなりと。こうして説いてきたようなことは始めから終わりまで言ったことはよく年頃に、この我が物として、ね、え、わかりなさいとああ。知りなさいと。そうすれば一切の苦を離れる。 一切は真実であり、虚ろなることがこうないと、嘘偽りがこうないと、真実の世界であると。かく言えば、いつか真実などと一物ができて、持ておるところがあるほどによくよく照らすべしと。そう言うと、今度また真実というようなものがあると思って真実というものを一つこ,こしらえてしまうと。 も、その真実を自分でこしらえて作ってこう持ってしまうから、それはまた誤りとなってしまいますから、よくよく自分自身の心の働き、物心の光明というのをよくよくこの自分で照らしてみることが大事である。これより末の義理を知っていらぬこと、しくになり世のことになる、なるほどにわざと知るさぬなりと。 これより末の義理を知っていらぬこと、四苦になると。あこれより後にあ,あれこれ義理、解釈をつけるのは死んだ言葉になってしまうと。違うことになってしまうから、わざと知るさぬなりと。もうこれ以上何も言うことはない。と言って、最後の樹について万景禅師は一切解釈をされておりません。 ゆえ、こうせつ、はんにゃはらみた、収束せっしゅうわつ、ぎゃて、ぎゃて、はら、ぎゃて、はらそうぎゃて、ぼじそわか、はんにゃはらみた、しんぎょう。ゆえに知るはんにゃはらみったは、ゆえに、はん、ゆえに、はんにゃはらみったのじゅをとく、すなわちじゅをといていわく。ぎゃて、ぎゃて、はらぎゃて、はらそうぎゃて、ぼじそわかと。 これは一切解説をしないんであります。まあ、この意味については、また解説したものはたくさんありますので、ここで紹介することはあえていたしません。またこれの解釈をしてしまうというと、せっかく番形前はがいらぬことと言っておられるのに余計なことになってしまいます。右は時の物語を書きつけてみたれば役にも立たぬことなれども、 今、この思いついたままに番稽伝師がずっと般若心経について解いてくださっていました。役に立たぬことではあるけれども、かのからの人もいいける、ぬかをなむれば米にも折り伏し当たると言えるごとく千に一つも心に移ることもあらばとて買いつくると。こんなことを書きつけたのも、昔の中国の人が言っているではないかと。 ぬかを舐めていたら、その中に時折米に当たることもあると。面白い例えでございます。そういうこともあるかもしれません。あまあ私のこのくだらの話なんかを聞きながらも、ひょっとしたらその中で折りふし、ひょっとなるほどこういうことかと思い当たるところもあるかもしれない。千に一つも心に移ることもあらばとて買い作ると。ああ、千に一つでもいいから。 あなた方の心になるほどと思い当たるところがあればいいのになというような気持ちで万稽禅師は解いてくださったのでありますが、口説きこともあり足らぬこともありと、余計なことを言い過ぎて同じことを繰り返して口説いた、口説いと思われるところもあり、とても言葉が足らないというところもあるでしょうと。 これを藩に得るということ、いうことにでもなく、人に見せるということにでもなく、ただ、戯れ事のようなことを見て後、平定度に伝え賜るべしと。で、これを木版本にして、印刷して、そして世の中に出そうなんていうようなこともない。こうやって書き付けたものを人に見せるということもない。ただ、戯れ事のようなものであるから。 読んだら、平定道というのは、死のことを言います。平定道に伝えたまるべしですから、こんな書きつけたものを読んだならば、死にくべてもしてしまいなさい、ということなので、ございます。これにて、この万景禅寺の般若信仰の講義一通り、この読んで参りました。今回でこれで終わりでございます。 皆様お聞きいただきまして、誠にありがとうございました。